送ります。北見、北見入ります。はい、今日の撮影は2月9日です。肉の日ということで、北見市では玄関焼肉というマイナス20度の中、外でみんなでバーベキューをするお祭りが開かれます。それに参加していきたいと思います。先ほどホテルに着きまして、今午後4時ぐらいなんですけど、5時から会場、5時半から開演ということで、まあ、この格好ではね、マイナス20度ちょっと寒いと思うので、あったかい格好に着替えてから向かいたいと思います。家にあるね、ありとあらゆるあったかいものを持ってきたので紹介します。フリースです。はい、この外でバーベキューとかする用の手袋、次ニット帽、次ネックウォーマー、分厚い毛糸の靴下です。あとはズボンですね。これ裏起毛になっててあったかいのです。これを持ってきました。最後、長いベンチコートっていうのかな、こんな感じです。今日は降ってきました、雪が。やだー。今日の玄関焼肉はですね、焼酎とソフトドリンクは飲み放題、このチケットがないと入れないそうなので、今日忘れずに持ってこれましたね。お、さすが北見カーリングです。こんな感じなんだ、でかー。うわ、重っ、すごっ。玉ねぎです。北見市は生産量日本一位ですね。玄関焼肉に行く人たちがいっぱいいます。入り口に到着です。よろしくお願いします。ルイです。お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ルイです。お願いします。はじめまして。はじめまして。ルイです。どうもです。お願いします。同級生。同級生。すごい。一緒にしますね。はい、ありがとうございます。はい、楽しんでください。ありがとうございます。今いるんだ。楽しいひとときを過ごしたいと思います。今日はよろしく。お忙しい中、お越しくださいました。北見商工会議所会頭。確かに。お忙しい中、お越しください。お配りしながら。戻られ、はい、18のお車のドライバーさん、 G の54番ですね。はい、玄関焼肉の会場に着きました。寒い。コールと噂のタレです。あ、レモンまでくれるんですね。あ、いいじゃん。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。乾杯。乾杯。ありがとうございます。結構焼酎。あー、カッチカチだ。これ確かに解凍されてて食べやすい。カチカチですね。カチカチ。あ、でもちょっと焼けてる面は。塩コショウ振ります。いただきます。ありがとうございます。御根湯の道の駅に来ました。夏しかやんないのかな、ここは。見れません。
すごい。ドクターフィッシュじゃん。手を洗ってから触れ合ってね。はい。うわ、すごい。めっちゃ食われる。コチョバ。ほい。うわ。コチョバ。すごい。ピラニア。でかー。うわ、でっかー。